投資島の投資、ここにあるみたらし神社、御祭神は子授けの御利益があると言われている八王子。ご参拝の後、強いパワーを感じ振り返ると龍神さんです。どうですか、この木の枝、龍の顔に見えませんか？何かお願いしてください。きっと叶います。